おととい、鳥取県の大山の6合目付近で雪崩が発生し男性3人が巻き込まれました。72歳の男性は救助されましたが今も福岡市の55歳の男性と52歳の男性の行方が分かっていません。昨日は天候が悪く本格的な捜索を見送っていましたが今日は午前7時ごろに5人の捜索隊が麓の駐在所を出発し捜索を再開しました。現場付近は曇りですがもやがかかっていてヘリコプターによる捜索は難しそうだということです。